今日は相当やっぱ手強いと思わなきゃいけないと思いますけどね。あ、そうですか、はい。まあこれまでも長い間アメリカといえばね、日本にとってライバルですし、はいはい、オリンピックではこれまだ負けたことがないんですよ ね、そうですね。ところが世界選手権ではね、もうだん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 追いついてこられてますよね、まあ、そういう意味でアメリカを破ればかなりの自信になるんじゃないかと、はい、ここでアメリカを今日破って、そして来週の福岡でですね、はい、ライバルであるブラジルを、破るということになればですね、日本が逆転していきますんでね。あ、そうですか、はい、そういう意味でこれは非常に注目される試合ということになりますね。さあ、いよいよ日本とアメリカが始まります。レフリーの紹介です。ファーストレフリー、ニュージーランドのアンドレア・ハーカスさん。セカンドレフリーはインドネシアのレオナルド・ロレックスさんです。そしてメンバーの紹介です。すでに発表になっておりますが、日本アメリカともこの 1,2 戦スターティングメンバーはほとんど変わっておりません。特に日本は3日間一緒です。スーパーエースのこのライリーキャプテン、29歳になります。180センチ。そして1番がウィリアムス、180センチあります。5番がセッターのエンディコット、27歳。そして7番がバーバリ・オーデン、189センチ。9番のエレーナ・オーデンはお姉さんで185センチ、長身のセンター。そして13番がクロスバトルは180センチ、平均身長が 183.5。 そしてタラス・リスケビッチ監督です。45歳。もうナショナルチーム率いて10年になります。日本チームです。キャプテンの大林、しっかり日本の顔になりました。2番はセッターの長富、そして4番が山内美香、182センチ、ただ一人大英の選手でエースです。6番が吉原智子、7番が福田、日立の選手が続きます。そして9番が田島、はまだ22歳のセンタープレーヤー、新生日本を率いる横田監督、今年の3月に新チームを結成して試合を行ってきております。さあ、日本とアメリカの試合がこれからいよいよ始まります。アメリカのサーブでこの試合が始まります。サーバーは5番のセッターのエンディコット、27歳のベテランの最初のサーブで始まりました。日本は左側、山内を使いました。エースの山内です。小山さん、はい、この山内がただ一人大英の選手で、はいはい、この選手の活躍ですね。そうですね、気になりますね、はい。日本のチームのやっぱ攻撃陣の中心、大林君とこの山内君ですね、はい、そうですね、クイック来ました。背が高い、しかしよく拾った。大林が昨日おととい、そして今日もですが、ほとんどこの打った球決めてますね、はいはい、で大林君もそうですし、山内君も今非常に調子が上がってきてますんでね、はい、吉原のサーブが続きます。日本が先行します。そしてキャプテンライリー、いいレシーブですね。そうですね、レシーブも一つポイントです。日本チーム中央からチャンスボール、移動攻撃、アメリカもいいレシーブしましたね、はい、大林の移動攻撃を拾ったらミス。13番のバトルミスしまして、日本ポイント、2対0。なかなか今両チームとも守備が良かったですね、そして時間差、これがあります。一つの武器、9番のエレーナ・オーデン、185センチ、オーデン姉妹のお姉さんの方です。1番のウィリアムス、レフトアタッカーがサーブを入れました。今度は山内、右からですが、これはダメでした。ワンタッチはありません、ワンタッチありません。打ったのは13番のバトルです。アメリカの平均身長は182センチあります。サーバー山内、ちょっと時間差的、
平均身長差でだいたい3センチ日本が低いんですが、この3センチというのはどうでしょう。この3センチくらいはね、そう大きくな問題じゃないと思いますね。そうですか、はい、ちょっと福田押し込んだ、落ち着いております。19歳から全日本に入っている福田、そしてこちらは大林、今日この試合初めてのサーブです。おっと大きいか、いいサーブ打ちましたね、本当にわずかでしたね。やはりおそらく横田監督の指示だと思うんですが、はい、このアメリカ戦にはやっぱり相当思い切ったいいサーブを打っていかないといけないということだと思うんですね。いや3か4チーム東京大会に来ておりますが、日本のサーブがやっぱりちょっと一番弱いかなという印象を受けましたね。日本サーブ権を奪い返しました。7番が福田、そしてサーバーは9番の22歳の田島、センタープレーヤー。このジャンプサーブ、移動攻撃、対して威力のある移動攻撃ではありませんでしたアメリカ。しかしこのクリックがあります。7番のオーデン、そして9番のエレーナ・オーデンと、この2人のセンタープレーヤー姉妹なんですが、高さはやっぱりありますね。この2人は高さもありますし、パワーもありますしね。そうですね、はい、フェイント福田、今日は福田が、まあ、いつもですとこう張り切るんですが、放送席の水野さん、そうですね、放送席水野さん、はいはい、試合前のですね、両監督の話をですね、ここでお伝えしたいと思うんですが、はい、どうぞ。まずアメリカのリスキルッチ監督は、今ある力を出し切ることが大切だと、その一言しかありませんでした。一方の横田監督の方は、今アメリカはたびたびこのライトへのですね、移動攻撃を見せてますよね。昨日ドイツにもかなりやられましたので、ライトへの移動攻撃をどう止めるか、これがまず一つディフェンスのポイントになるという話とですね、あと相手のブロックが高いのでコースをどう打ち分けるか、この2つが今日のポイントになるだろうという話をしています。まあ、どちらも小山さん、はい、やっぱり日本チームが勝ち残るためには大きな課題ですね。そうですね、サーブ権をまた日本が奪い返しました。平均身長182センチアメリカ、79センチの日本です。長飛びのサーブ、ワンタッチありました。レフトからはこのウィリアムス1番。アメリカは平均年齢が26歳と、我々の感覚からいくと小山さん、ちょっと高いかなという気がするんですがね。そうですね、年齢が高いっていうことは、やっぱりそれだけバレーをたくさんやってるということですからね、経験豊富な選手、一番今油の乗り切ったいい状態になっているということが言えると思いますね。今ウィリアムスがダイレクトで叩き込みましたが、そのウィリアムスも26歳です。いいサーブです。いいスピードのいいサーブ打ってますね。そうですね、大林つなぐアメリカ、これは日本拾います。オーバータイムス、ネットを越えませんでした。アメリカというのは小山さん、はい、なかなかレシーブいいですね。いいですね。アメリカのチームは男子のチームも女子のチームもレシーブは非常にいいチームですよね。あ、そうですか、はい、そして高さがあり、パワーがあるチームですから、はい、いわゆるあまりその全体にこの欠点のないチームということになってますね。日本が2対0と滑り出しリードしたんですが、あっという間に追いつかれました。しかしサーブ権は日本です。6番の吉原、また時間差きました。これは拾った、長富がよく拾いました。そして大林、キャプテン代理、いいですね日本、はい、いいレシーブですよ。バックアタック、7番の福田のバックアタック、これが日本の一つの攻撃の武器であります。この出だし福田君がよく頑張ってますね。そうですね、はい、いいコースを打ってます。バックアタックで、はい、なかなかいいジャンプを見せました福田。大林がよく拾いました。もう一度、これはワンタッチありました。苦笑いの大林です。あの辺がやっぱ高さでしょうかね。今のはでも高さというよりもやっぱりね、もう少しインナーにコースを読んで手を出していかなきゃいけないんで、ブロックがね。今のところですか、はい、そうです、横田監督が言ってたのは、そうなんですね、高さに対する昨日のドイツ戦でもあのコースを抜かれてましたからね。右からの、まあ、移動攻撃、今のはちょっと違いましたけども、そういう対するブロックですね、はい、山内のサーブ、
好変化球、これはいいサーブだね、これはいいサーブで返ってこない、なかなかいいサーブを見せました、山内、今狙いどころが良かったですね、はあ、まあ、山内が日立の長富とのコンビをいろいろ言われておりますが、このパワー、こういうパワーはなかなか日本にはないものですね、これはアウトです、アウトです、あ、これ助かりましたね、今、まあ、アメリカもこの7番のバーバリー・オーデンがミスでしたね、ちょっと触りそうになったんで ね、はい、助かりました、日本ポイント4対2、これはアウト、さあここまで日本が2ポイントリードしてますが、これはどういうことでしょう、あの日本が今守ってから攻めるという形でこう得点してますんでね、あ、そうですか、はい、いい格好ができてるわけですね、いい形になってますよ、若手22歳の田嶋が打ち込みました、センタープレーヤー、この田嶋の場合はブロックも一つの武器になりますね、そうです、で田嶋君と、ね、吉原君 の、 この日本のセンターラインのブロックがですね、はい、ここへ来て非常に良くなってきたと私は見てるんですけどね、はいはい、ただやっぱりあの高さでクイック来られますと、防ぎようがないですかね、そうですね、だいぶあの結局そのクイックを使われないように、やはり日本の場合はサーブを頑張るということですね、それは横田監督が言ってるのと全く同じことですけどね、まあ、横田監督はいろいろその目標を掲げてますが、一つにはそのサーブの強化、はい、それからブロック力ですね、はいはい、ブロックというのは決して守りじゃないんだと、これは攻撃なんだと、そうなんですね、ということはあの選手に意識改革随分しているようですね、もう男子なんかそうなんでしょ、男子ももちろんそうですね、7番のオーデン、どっちを使いますか、バックトス、このクイック、これでクイックで4本ぐらい決められてますかね、そうですね、アメリカ の、 あの5番のエンディコットセッターですけどね、はいはい、もうもちろん年齢的に もうベテランの域に来ているんですが、今非常にあのチャンスさと見ればセンターのオーデン兄弟をどんどん使ってますね、日本もクイックでお返し、6番の吉原、昨日までは非常にこの吉原がね調子良かったですね、はいはいはい、そうです、あ、またクイックですね、どうも止まりませんね、結局今おっしゃったようにいいサーブをやってあそこへ持ってこさないようにしなきゃいけないわけですね、バーバリオーデン、そしてサーバーはエンディコット、大林、お、拾った、長いリーチでアメリカがつなぎます、しかしチャンスは日本、移動攻撃、大林、お互いに日本は移動攻撃をどう決めるか、はい、そして相手の移動攻撃をどう防ぐか、そうですね、これネット挟んで忙しいですね、はいはい、攻めと攻撃とブロックとこの攻め合いですね、お互いの、これはアウト、日本ポイント5対3、お聞きのように5点先にどちらかが取りますとテクニカルタイムアウト、この大会の特殊ルールです、速攻の時とかしたら走るあと頑張ろう、一応さ両方打ち分けられるけど評判向こうと思ったらもうこっち、うん、あ、はい、レシーブ上げる、あの AB とかそんなのちょっと出ないからまっすぐだけだよ、 AB 間に合わなかったらもういい自分入って、じゃ後ろからもう詰めよう、触れるボールでもワタチそこ絶対あのチャンス切り返すわざと切れるよね、ワンチャンでレフトやられてないからやられるまではもうセンター中心で、今日 B じゃなくて A のが多いから、あと AB 手出しておくよ、中で1回確認してない、そう早くて7番7はとにかく回るんだよね、バックアタック7があるから、言ってこい、小山さん、はい、選手たちの話の中に今日は A が多いからってのが一つありましたね、はいはい、そうですね、やっぱり大林君がね、はい、キャプテンとして選手たちにそういう指示をしてますね、横田監督はなるべく選手たちに自身で考えてほしいというようなことで、はい、あまり口出ししませんね、いつも、
は完全に9番のエレーナ・オーデンのミスでした。日本助かりました。今どう防ぐかなと思ったんですがね、このキックをいわゆるコンビミスでちょっとエンディングのトスが高すぎたんですね、はい、そうですね、はい、日本サーブ、でポイントで6対3。ブロックは拾われた。しかしいいブロックでしたよ。いいでしたね、はいはい、あミス。13番のバトル、アメリカのリスケビッチ監督は若手を育てるのが一つの仕事だと、しかしどうも我慢できず感情のコントロールがもう一つだって、今なんかもなんかもうちょっと丁寧にいけばという気がしましたがね、水野さん、はい、横田監督の話は聞こえたと思うんですが、アメリカのリスケビッチ監督はですね、はいはい、山内をマークしろというようなことを言ったようですね。そうですか、はい、山内マーク、山内は4番の番号をつけております。これは小山さんどういうふうに理解したらいいんでしょう。やはりあの山内君を止めて大林君に決められるのは仕方がないと、ほうほうほう、もう一人の体操である山内君に集中して、守りを固めようと、こういうことだと思いますけどね。第1セットは日本が今7対4とリードしてサーブ権を取りました。その山内のサーブ、なかなかいいサーブなんです。そしてバトル、あっとブロックアウト。結果的には決められましたけどね、はい、同じように決められるともスパーッと抜けて決められるとよりも今のようにブロックに当たってね、あそれでブロックアウトになりましたけどね、はい、その方が相手にダメージを与えますので、ね、はい、山内気をつけろと、そのバックアタックですが、これですね、高さ、このどうしてもこのクイックにやっぱりやられますね。うん、5番のエンディコットから7番のバーバリオーデンへのクイックでした。拾った、長富、しかしアメリカチャンスボール。今2人飛んで、8番のライリーが後ろに回ってきての、はい、これも速い攻撃ですね。そうですね、片足ジャンプでね、はあはあ、ブロード気味に打ってきましたね、ブロード気味にね、はい、日本はバックアタックでお返しですが、これはネットですよね、はい、ちょっとここへ来て日本がミスがパタパタと出ましたね。それまではアメリカの方が攻撃のミスが多かったんですけどね、はい、あっという間に同点に追いつかれました。ここでアメリカミス。さあこういうミスを日本がどういうふうに、使っていくか。サーバー大林、これも移動攻撃、これが問題の一つのディフェンスなんですが、今この8番のライリー選手が回ってきて、はい、福田君が中を止めようとしたのを見てストレートに打っていますよ ね、 なるほどね、はい、よく相手のブロックを見てますね、あの移動攻撃に対するブロックというのはやっぱり難しいもんですか、はい、難しいですね、うん、もうその選手一人に絞ってしまって、はい、動きに関係なくその場所で待ってればいいですよね。なかなかそうはいかないですからね、どちらに動いてくるかというのは分かりませんのでね。アウト、日本ポイント、8対7、またワンポイント日本リードしました。サーバーは22歳の田嶋のこのジャンプサーブ、女子でジャンプサーブというのは小山さんあんまりいませんね。割合少ないですね、はい、その初めに代わって12番のナッタがピンチレシーバーとして起用されました。バカーン、山内、リスケビッチ監督マークの山内が決めました。2番のは強烈な破壊力のあるスパイクでしたね。ああ長富、日立、そして山内、大栄とコンビがやっとあったような感じですが、ここはまたサイドアウト、まあ、日本はレシーブに今回っていますがサーブレシーブですが、サーブレシーバーというのは女子の場合そうきちんとは決めてないんですかね。いや、そういうわけではないんですよね。ああ、男子の場合は最近ではもうほとんど2人で選手が専門職みたいな、ね、専門職でコートを守ります、はいはい、で女子の場合はやっぱり3人あるいは4人でレシーブするチームが多いですね。どうだ、決まりましたね、ブロック決まった、大林君のブロックが出ましたね。このブロックが決まり出すと日本も非常に楽になります。いい読みしてましたね。そうでしたね、9対7、サービスエースですね、サービスエース、同じサウスポーの長飛びのサービスエース、10対7。ここでまたテクニカルタイムアウトです。追いつかれた時はちょっと気になったんですが、いいリズム戻ってきましたね。そうですね、あの今のところはあの全体に日本のペースで進んでますね、はい、
こちらはアメリカです。まあ、アメリカチームも新旧交代の時期に入っていると言われておりますが、あのエースのオリンピックで活躍したケムナー選手が、はいはい、まあ、日本の大英来るということで、柱が欠けたアメリカというのはどうですか。それがですね、あのケムナーもだんだんやっぱ年齢的なものもありますね、少し衰えてきたかなというところに来ているのが今のアメリカのチームですから、はい、今の現在のチーム力を見るとあのケムナーが外れても総戦力に影響ないような状態になってますね。特に8番のライリーとかですね、はいはい、1番のウィリアムス、そして13番のバトル、この辺はあのそれほど身長はない、全員180センチですけども、あの非常にうまい、いいスパイクを打ってますし、そうですね、そこへセンタープレイヤーのオーデン兄弟ですね、そうですね、この2人がいるということは、ね、はい、チーム力としてはバランスが取れたいと思いますね。さあプレー再開、10対7日本リード。よく拾う、このレシーブからの攻めなんですけどね、そしてウィリアムス触らないか、ノータッチ。ウィリアムス、このレフト攻撃なかなか威力ありますがね、はい、このセットはちょっとアメリカの方があの日本にやはり勝たなければという気持ちが強くて、ちょっとミスが目立ちますね。11番それもアウトですね、アウト、はい、9番のエレーナ・オーデン185センチがミス。12対7、アメリカがタイムアウトを取りました。まあ、日本とアメリカ過去の対戦成績を見てみますと、オリンピックでは前回も含めてですね、なんと3勝0敗でまだ負けなしなんですね。ただ世界選手権5勝2敗ワールドカップ1勝1敗で、最近はやっぱりちょっとこうアメリカに、そうですね、追いつかれ、追い越されっていうところが出てきましたね。世界のランキングから見てもアメリカが3番手4番手、日本が5番手6番手というところになりますね、はい、ちょっと差がありますよね。そうですね、最近のランキングはね、はい、この大会も現在はトップブラジル、2位キューバ、3位がアメリカ、4位が中国、5位日本というところです。15番の24歳のヤングスを起用しました。1番のウィリアムスに変えました。アメリカ、その効果がありましたでしょうか。サーブ権を奪い返しましたアメリカ。サーバーはセッターのエンリコット。戻った、そしてヤングス、あのウィリアムスと同じような位置から打ってきますが、水野さん、はい、立て続けにタイムアウトを取ったアメリカのリスキビッチ監督はですね、かなり精神的なことを強調してましたね。ほうほう、とにかくあのミスを恐れるな、そしてこの我慢強くやれということを強調してました。我慢強いってのはあのよく態度に出てきますよね、アメリカの人は。日本サイドアウト、サーブ権奪い返しました。ここで前にナッタが来ましたので、タジミをコートに戻します。タジミ、そして大林、山内、この4人が前3人です。これはなかなか高さありますね。ここがアウト、あの日本にしては一番いいあの高いブロックが揃うところですよね。あれが決まるようになったね、はいはいはい、かなり戦力アップになる日本ですが、サーバー15番の途中から入ったヤングス、おっとサービスエース、これは相当変化したんですかね。そうですね、12対9、今のキュッと落ちましたね、しかもあの重そうと言いますかね、スピードありますよね、スピードがありますね、山内、おー、ナイスサイド、得意のサウスポー大林、今のダイレクトスパイクって言ってるんですけどね、はい、本当は非常に難しいんですよね。よくいい、しかも体勢倒しながらですからね、そうですね、いい位置で打ちましたよね。この移動攻撃拾えない、まあ、移動攻撃あるいはクイックを打たせないような、なるべくこの布陣を敷かなきゃいけないんでしょうが、なったときどうするかですね。そうですね、やはりその時にあのブロックもレシーブも、はい、コースも的を絞って、また止まりますね。また大林君ですかね、今大林でしょうね、大林君と始めました、見ましょう、大林のサーブ12対9です。ブロックはアウト。しかし横田監督はこのブロック
1枚しか飛べないような時でも必ず2枚3枚飛ぶように心がけろと、まあ、それがもうブロックの鉄則ですよね、はい、バックアタックがこれちょっとタイミング合わないよ山内。そしてクイック、これ7番の妹さんバーバリオーデンにクイック決められました。レシーブがいいところに返ってくると必ずクイックを使ってます、ね、このエンディバットはね、はい、アメリカさあ返ってきます。ちょっと乱れた、あっと流したがこれダメ、これは日本ラッキーでした、これはあの田島君がうまかったですよ、はい、今のツーアタックもね、もしブロックに飛ばないとやられてますよね、はい、日本サーブ権12対10です。この移動攻撃はアウト。7番のバーバリオーデンが移動攻撃を見せました。13対10、決まりましたね、やっとフクダのライトの攻撃移動攻撃をね、はい、フクダが止めましたね、やっと止めましたね、はい、日本セットポイント14対10。そして長富に代わって13番の江藤、長身の選手ですが、ここで一気にブロックで186センチあります。江藤君を加えて15点目をブロックで止めようという作戦ですね、はい、さあそのブロックは変わった、今ブロックで飛んだのはあの江藤ではなくて福田だったんですが一応触りましたよね、はいはい、江藤がまた戻ります。そして長富が入りましたか、はい、サーバー13番バトル、あっとミスだった、あとロキ、これも長富君よく頑張りましたよ、今のサーブレシーブが完全に相手のコートに入ってたんですよね。再び日本セットポイント、あいいよ、これですね、今度は時間差があって、はい、ちょっと右左へ動いて、はい、右へ大きく回ってくる移動時間差、今のように左側で、はい、A から B に戻っていくような ね、 なるほどね、クイックで、これは非常にあの男子の選手は割合よくやるんですが女子の選手は難しいプレーなんですけどね、はい、うまくこなしてますね。メンバーチェンジ6番のクレイン24歳、サーブ、これで時間差を使いました日本、ワンタッチありました、再びセットポイント。今日は日本は攻撃のリズムはかなりいいんじゃないでしょうか。いいですよ、あの途中でね、やっぱり2回ほどサーブレシーブが乱れてね、はいはい、あのずっと追いつかれた場面がありましたけどもね、それ以外はいい形で今攻めてますね、まあ、攻撃につなげる場合は必ず相手の攻撃を拾わなきゃいけないですからね、はい、戻った、いいボールだ、そして大林、しかしアメリカもよく拾います、アウトです、アウト、再び日本セットポイントです。こうやってセットポイントを何回も繰り返してますが相手に点は取られてませんね。そうです、相手がちょうどいいところでね、うん、最後の攻撃をミスしてくれるケースがちょっと出てますでしょ、はい、その分だけやはり今の日本助かってますけどね、これで 1,2 点取られてギュッと追い上げられるとね、また焦りも出てくるんでしょうが、はい、ここはどうでしょう、いいサーブです、田島、さあどうだ、クイック来るか、あっとこれはあまたこのねミスですね。そうですね、アメリカは今エレーナオーデン、はい、得点チャンスの時にスパイクミスをしてくれてますんでね、はい、これでアメリカが10点で止まってる間に日本のセットポイントは4回目です。また決まった、8番のライリー、このライリーこの試合に限って言うとあまり目立ちませんがね、今のところね、でこのライリー選手ライトへ大きく回ってきても、はい、逆にストレートに打ってますね、他の選手はみんなインナーに打ってるんですけどね、ブロックの右側の外を打ってますからね、はい、クイックは止められます、高さがアメリカあります、これはなかなかいい攻防、いや最後は高さにやられまして点が動きます、アメリカ11点目、その差は3点、第1セットです。今スパイクを見たこの15番のヤングス選手ですけどね、はい、あの新しい選手ですけれども、はい、非常にあのスパイクの破壊力はありますね。すかさず日本サーブ権を奪い返しまして、サーバーは大林と変わります。
この辺で決めたいところなんですが、さあ日本チャンスに来ましたね。決められるか、誰を使うか。福田だ、伊藤も簡単にアメリカ、もう一回日本チャンス、はい、チャンスです。どうしますか、もう一回福田、ありましたね、ワンタッチ、ワンタッチ、はい、日本苦しみながらも第1セット取りました。15対11で日本が第1セットを取りました。日本とアメリカセットカウント1対1でこれから第3セットに入ります。バレーボール女子のワールドグランプリ東京大会の日本とアメリカの試合です。今日は解説は日本バレーボール協会専務理事小山勉さんです。小山さん、はい、これで1-1になりましたので、第3セットが非常に重要になりますね。その通りですね。でこの第3セットの特にあの4点が5点までの前半、はい、これが一番大事になってきますね。サービスエース、最初からサービスエース出ましたね。5番のエンディコット、今日2本目ですかね、はい、このエンディコットのサーブはやっぱり短いところでストーンと落ちるサーブが効果的ですね。今度は拾いました日本、時間差的になりました。山内が上げて吉原打った、山内が上げて今吉原が打ちました。これはあの珍しい、日本のチームにしては珍しいパターンだったですね。山内君がトス上げて、はい、吉原君がしかもライトから打ちましたね、その吉原がサーブです。第1セットアメリカがワンポイントリードしています。第3セットです。よく拾った、よくレシーブしましたね永田君。そして山内、決めた、ワンタッチありました。これは素晴らしいレシーブ、そして最後は山内君の、ね、スパイク。第3セット1対1、日本のチームは随所でこういうプレーを、ね、どんどんやってほしいですね。そうですね、どうだ、どうです。しかし今のはあのブロックに飛んだのは読んでたわけですね。はいはい、はい、今のブロックはそろってましたけどね、はい、ウィリアムスのサーブアウト。第3セットは1対1の滑り出し。第1セット日本、第2セットはアメリカが取っています。ダイレクト、タジミか、はい、タジミ君ですね、はい、あの決めたのはタジミ君ですが、今のは半分はやっぱり山内君のサービスエースとなんですよね、はい、サーブで崩して、はいはい、これは止めた、あおっとまた拾ったアメリカ、これをどうつなぐ、日本がチャンスですね、はい、大林を使った、あっとこれは、ブロックに止められましたね、したエレナ・オーデンですかね、はい、お姉さんの方に。ちょっと長富は大林を頼りすぎませんか、そういうことはありませんか。今のところはそんなことないと思うんですよね、はい、あっとあっとこれはタッチネットしてしまいましたね。タッチネットしますか、はい、これが第2セットの今画面出ておりますのが成績です。アタックの数によるとアメリカが圧倒的に多くなっていますが、これはやっぱりサーブで崩してもらって、攻撃と言うんでしょうかね、はい、そうですね。で日本の1本目の攻撃が決まらない、はい、それをつないで攻め返しているという形ですね。第3セット2対2です。おー、いいサーブでした。これをどうつなぐか、これを福田君が思い切って、決まりましたね、はい、これでいいんですね、はい、でシーブをつないでチャンスと見たところを削ってこうしてね、攻めていくと、日本がリードしました。第3セット、おっとミス、これ拾うか、これもよく拾いました ね、 そうですね、お互いにミスがありましたが今つなぎ合いました。チャンスボール日本、大林のバックアタック、これはラッキー日本ポイントです。4対2、これはその前のですね、いいレシーブしたところですね、はい、よくつなぎましたね。縦の時間差、アメリカキャプテンのライリーが決めました。これは第3セットまでで、あんまり使ってませんでしたね、今のパターンは使ってませんでしたね。そうですね、はい、こういうのもあるんだぞというのがアメリカ見せました。
チャンス日本。スワタクミというのは、まあ、日立に入った時には大先輩の高田久美というセッターがいましたので、はいはい、結構あのライトとか使われてましたよね、はいはいはい、水野さん、はいはい、両監督のですねこの第3セット始まる前の話なんですが、まず日本の横田監督はですね、はい、2セット目負けたけれども粘り強いバレーがよくできているという話をしてました。ほうほう。それからですね、アメリカが第1セットはクイックを多用してきて第2セットはそうでもなかったと、いろいろとパターンを変えて攻めてきているので、そのに対応しなければいけないという話をしていました。それからですね、アメリカのリスケビッチ監督なんですが、ポイントが2つあると、サーブ権をいかに確実にカバーすることができるか、確保することができるか、そのこととですね、あとブロックにいかに積極的に飛ぶことができるか、この2つがこの試合のポイントだという話をしていました。あ、そうですか。まあ、そのブロックに注意を払われると小山さん、はい、日本としては非常に苦しくなりますね、アメリカのブロックがね止まり始めるとやっぱり日本は苦しいですけどね、移動攻撃、これは拾いました日本、現在4対3日本リード。そしてウィリアムス、このレフトからの攻撃、まあ、1番のウィリアムスと15番のヤングスがこのレフトライトの攻撃を見せますが、そのものの見事に決まった時の破壊力というのはやっぱり素晴らしいものがあります、しかしアメリカのリスケビッチ監督もどうでしょうかね、この集中力を持続させるというのはやっぱり相当苦労してるんじゃないでしょうかね、止まりました、これは気持ちいい、吉原、第3セット5点を先に日本が取りまして、テクニカルタイムアウト、まあ、この大会のルールでもあります、先に5点あるいは10点になった時に、テクニカルタイムアウトを取ります。この第3セット5対3ここまでいかがですか。いい滑り出しですね、レシーブ上がってるから、レシーブをつないで攻めてる、はい、そして今またいいブロックが出てるいうことですからね、はあはあ、今レシーブ上がってるからって声がちょっと聞こえましたね、大林君も先ほどいい、ね、強打のレシーブをしましたしね、結局そのレシーブってのが一番のポイントになってるんですね、でそのレシーブを良くするためにも本当はですね、はい、ブロック陣が頑張らなきゃいけない、止まらないまでもブロックでね、コースを決めて、その空いてるところへレシーバーが入って、ね、はい、抜けてきたボールが拾いやすくするということがあります。このブロックとレシーブの交換関係というのは非常に難しいところなんですよね、はい、セットカウント1対1で第3セットに入って、第3セットは日本が5対3とリードして、これから日本のサーブ長飛び、強烈なスパイクを決めました1番のウィリアムス、180センチです。このレフトからの攻撃は非常に安定してますね。そうですね、サーバーはエンリコット、これは長富うまかったですね、吉原君がね、はい、うまく落としましたね、強打はしないでね、今のようにちょっと相手のレシーブをね、はい、前に前引きつけましたもんね、そしてまたこの次に足の長い攻撃が決まってくる、こういう繰り返しをした方がいいですね、はい、ワンタッチはありません、なし、はい、日本ポイント6対3、第3セットです。とにかくアメリカを目標にしてきたこの大会、アメリカに勝って自信をつけたいという横田監督、出ました、そんなに早くもないんですが、しかしちょっとドズーンってきますね、これ、ちょっとブロックのコースを読みながら打たれてるんですかね、逆に日本は精一杯のクイックでした。ちょっとこの高さそしてパワーには日本も苦労しています。6対4です。前の今拾った大林君と後ろにいた吉原君がどちらがボールを取るかなっていうのが絶対ちょっと今お見合いしてしまいましたね、はい、水野さん、はい、先ほどのテクニカルタイムアウトの時のですね、アメリカのリスケビッチ監督の話なんですが、
とにかくあの長いサイドアウトというかこの長いですねサーブ権の争いの戦いになっていくと、はい、ですから気持ちを切らずにですね、諦めずに粘り強くいけという精神論をですね強調してました。あーその間にサービスエース山内、今のサーブはもうあのエンドラインギリギリアウトになるかもしれないというサーブを思い切って打ちましたね。そうでしたね、そして今度は真ん中に落とした、ボール触った、一つでも返した日本、そしてヤングス、これも返した日本、もう一回ヤングス、うわっとこれも返った、アメリカもよく拾いますね、フォローしますね、そして最後はウィリアムスのバックアタック、やっぱりこれアメリカレシーブの勝利ですね今、そうですね、現在カウント7対5第3セット日本がリード、チャンスボール日本、おっとアウト、チャンスボールどころか向こうが外してくれました。時々アメリカもミスが顔を出しますが、そうですね、流れとしては第1セットと同じような感じになってますね。そうですね、戻る、このチャンスを日本は絶対逃がさないようにね、していかなきゃいけないですね。いやーそう、もったいない、これをどうする、バックアタックは大林10でした、小山さん言われたように今のようなチャンスを逃すと苦しくなるんです ね、 そうですね、今1点取るチャンスを逃がしましたね、はい、7対5アメリカサーブ、山内のバックアタックも拾われます、そしてヤングス、アウト、アウト、触っていません、はい、これはストレートを狙ってきたんですけどブロック触りませんでしたね、そして田嶋、あっと惜しい、日本でサーブのいいのは、まあ、田嶋のジャンプサーブ思い切りいいですね、それから吉原君のサーブが、ね、意外と、ね、ああのよくポイントしてくれてるんですけど、ね、6番の吉原変化しますね、吉原の場合はブロックアウト、このラリーサーブ権がこうサイドアウトになりますが、ここをさっき横田監督がどう頑張るかと言ってたんですね、はいはい、やっとサービスエース7番の福田、回り込んだ、このオーデンのバーバリーオーデンの移動攻撃は防げませんでした、8対5日本3点リードしています第3セット、確かに小山さんおっしゃるように第1セットと流れがちょっと似てきましたね、はいはい、そうですね、このセットはやっぱり大事にいきたいですね、はい、日本はアメリカがミスが出てきております、入ってますね、入ってますね、あれだけ離れたところからね、ジャンプ力とそしてこのパワーです、ヘンリコットのサーブは要注意、ーサーブですね、ヘンリコさんが要注意って言ったとたらにやられてしまいましたね、そんなに本当にあの5番のヘンリコットのっていう選手は大きな選手じゃないんですがね、はいはい、これもいいサーブですね、そうですね、これはコンビネーションミスなんですけども、そうですね、そのミスがかえって幸いしてフエントのような格好になってしまいましたね、なりましたね、はい、8対7差は1点となりました第3セット、弱い、これで8対8第3セット、第3セットは接戦、8対8の同点、しかし小山さんよく拾いますね、アメリカは本当にいいレシーブしますね、アメリカは、はい、山内がしかしとどめを刺しました、
そうすると日本の攻撃もですね、やっぱり相手をよく見ないとまず拾われてしまう、というよりも、はい、やはりあのブロックを避けて打つとレシーブがいるということになりますから ね、逆に思い切ってブロックと勝負をしてですね、あのワンタッチをして外へ弾き出すような攻撃をしていった方がいいかもしれませんね。結局今日本の選手が今ですね、どうでしょう、ちょっと揉めましたね。アメリカのスパイクを打ったんですが、はい、あのサイドラインに立っているアンテナに触ったんですよ、ボールが。それがあの打った方がああのアンテナにぶつけたのか、あれブロックに当たってからアンテナに当たったのか、それによって、はいはい、アメリカの方か日本の方かどちらか決まるんですが、今のはあの打った方が最初にもうアンテナに当たってしまったということで、日本のポイントですね。9対8日本リード1点。これはアメリカの方もコンビミス、時々こういうプレーがあるので、ね、はい、日本としては助かりますけどね。10点を日本が取りましたので、テクニカルタイムアウト。現在この大会で第3位につけておりますアメリカ、そのアメリカに対して現在5位の日本が互角、まあ、あるいはある意味でいけば互角以上という面もありますが、とにかく第3セットは10対8と日本がリードしております。第1セット日本、第2セットはアメリカです。さあこの大事な第3セットも小山さん、苦しいところへ差し掛かってきましたね、はい、これはもうあのアメリカも日本も全く同じですけどね、ここでどうでしょう、今までのアメリカ日本の攻めを比較すると、やはりアメリカの方が攻めについてはやっぱり上ですけどね、はい、ただ ところどころでこうミスをしているという部分だけ ね、それを差し引くと全く、ま、互角ということになりますね。そうですか、はい、そうすると日本はチャンスをもう本当に 100% 生かさないと苦しいですね。だから日本はもう攻められるチャンスをレシーブしてつないで、はい、そして確実にこうポイントあるいはサイドを取っていくという形に、こういうボールですね、これを大林君に決めてほしいですね。決めないといけないが、ああ拾われる、ブロック決まった、取りましたね、田嶋君のブロック、ブロックには定評もあります、田嶋、22歳の若手、いいですね、攻撃が決まらなかったらその次にはブロックで決める、はい、ということですね。ニュースこういう攻撃はちょっと日本にはないですね、ブロックとブロックの間を抜かれてしまいましたね、はい、11対8日本リード、移動攻撃はまたチャンスボール続きます。もう1回大林ミス、アメリカ、さあもう1回ですね、どうしますか、長富、大林ちょっと今こう向きを変えるんでね、時間がかかりましたので、大林は、で大林君は完全に位置を変えますね、あの、はい、高い短く切り込んでいって、水野さん、ね、いいね、水野さん、はいはい、今のタイムアウトの指示なんですが、横田監督はですね、サーブを強く打って、そして相手の攻撃をですねどちらかに絞ってブロックに飛べという指示をしてました。ほうほう、あーそうですか、はい、それからリスキビッチ監督はですね、とにかく集中しろと、その一言ですね、はい、まあ、両監督が今のその両チームの状況を小山さん、はい、本当に適切にこう、そうですね、掴んでますね、はい、11対9日本リード、第3セット、セットカウント1対1です。うまい、これは福田やりました、ただああいうフェイントというのはですね、あんまりこう乱発するとですね、それはそうですね、ちょっと攻撃のリズム変わりますね、はい、するともう相手に完全に見破れてしまいますからね、そうですね、はい、クイック来るか、おっと移動攻撃、あー、アウトですね、日本ポイント、ライリーが得意のストレート打ちをしたんですが、ちょっとねサイドライン割ってしまいましたね、はい、このキャプテンの8番のライリー、29歳のベテランですから、2年後のアトランタ31歳になりますよね、今のこのライリーですね、今やっぱり日本のこの2人並んだ前に福田、それから後ろに1人いましたね、で今福田君が完全にブロックついて追っかけてきましたんでね、はい、それを下げようとしたためにミスになったんですよ ね、はい、ですから半分は福田君のやっぱりあの力ですね、そうですか、
アメリカチーム、とにかく選手交代の時期に来ておりますが、この平均年齢はかなりまだ、まあ、日本なんかに比べると高いものがあります。アトランタでは、まあ、地元ということで出場権はありますが、やっぱり金を目指す一つでしょうね、このチームも。12対9、日本リード。第3セット、15番のヤングス、第1セットの途中から出ております。現在は第3セット、山内お返し、おっとキャプテンライリーの方がちょっと力がありましたかね。お互いにバックアタックを仕掛けていったんですね、はい、山内君のスパイクも今いいスパイクだったんですけどね、はい、福田が当たってきました。田島弾き飛ばされましたね。なるほど、はい、パワー負けですか。そうですね、男子バレーと女子バレーの違いは横田監督の話ではもうパワーの差だけだと、あとはそんなにやってることは変わりないというようなことをおっしゃいますがね。そうですね、山内です。どうですか、山内も昨日今日そして今日と、もうすっかりこう長富との息も、はいはい、全く問題ありませんね。そうですか、はい、ですから上げる長富の方が今ベンチに退きましたが、妙なこう意識です、かばったりしない方がいいですね、はいはい、どんどん使ってしまった方がね、チャンスボール日本、乱れた。これが小山さんおっしゃる確実にものにしなきゃいけないボールですね。たまたま今ね、あのブロックのために江藤君を入れてたんですよね、はい、その江藤君がトスを上げたんですが、ちょっとネットに近すぎましたよね。すかさず長富を戻して江藤をベンチに退けました。そしてアメリカの方も6番のクレインが出てきました。この人ピンチサーブで出てくるんですが、身長183センチですもんね、183センチのピンチサーブ。移動攻撃日本、このストレートは威力があります。小山さん、ここまで身長差は日本もある程度カバーしてきていると思うんですが、このパワーの差をですね、どうカバーするか、はい、これは、まあ、横田君もね、やっぱり一つの大きな目標にしていると思うんですよね。やっぱり相当トレーニングをして、はい、やっぱ筋力アップを図るということ以外にないんですよね。どうしてもやっぱり日本の女子の選手と比べると身長はそう変わらなくても、やっぱり筋力とかですね、はい、パワーっていうものはやっぱりもうどうしても負ける部分がありますんでね。第3セット追い上げるアメリカ、差は1点。そしてエンディコットですよ、サーバー。これは1本で切らなきゃいけないですね、日本はね。これも危ない、やられた。もうこれもサービスエースみたいなもんですね。そうですね。そしてここで12対12になったところで横田監督タイムアウトを取りました。日本の方が本当にこうサーブをもっともっと勉強しなきゃいけない、はい、逆に言えば今度はサーブレシーブを、はい、あのきついのをどう取るか、そうですね、サーブを思い切って強いサーブをしかもミスなく、はい、何本打てるか、強いサーブに対してどれだけ動いてサーブレシーブをきちっと長富君のところに返すか、この2つはやっぱり大きな課題だと思いますね、はい、第3セット同点に追いつかれた日本、元気だけはまだあります。いろいろと課題が出てきましたが、この第3セットこういう競った試合をものにするかしないか、非常に日本にとっては大きなものがあります。サーバーは依然としてアメリカ、エンディコット。ここからのアメリカと日本の攻防、はい、これが今日の試合の勝ち負けを左右する大きなポイントになるでしょうね。これチャンスです、はい、福田が上げて大林が打ってブロックされた。
9番のエレーナ・オーデン、これは捕まりましたかね。その前のやっぱりレシーブが問題だったですかね。はい、水野さん、はいはい、今リスキベチ監督はですね、とにかく相手の攻撃を読んで、その読んだ部分でしっかりと止めていけという指示をしたんですが、はい、今まさにそれが出ましたね。さあ13点からあっという間に14点のセットポイント。いやこれも、山内君が最後スパイクをネットにかけてミスをしましたけども、はい、やはりその前にサーブレシーブのミスがもう、しかしこのエンリコットのサーブでだいぶ日本やられてますね。そうですね。大林が上げた、そして吉原つなぐ、どう来るか、レフトを使った。最後はレフト攻撃、1番のウィリアムスで第3セットアメリカが取りました。15対12、これでセットカウント2対1。得意の大林の左への移動攻撃。今は日本があのサーブレシーブしてからの1回目の攻撃がですね、非常にきちっとこう切れてますんでね、アメリカに点数を与えてませんよね。はい、サイドアウトの応酬。拾います。逆にやられましたね。そうですね。あ、今ゼッターランド陽子さんですかね、決めたのは、流し込んだのはちょっと分かりませんでしたが、アメリカポイント7対2。そうです、そのゼッターランド陽子さん、陽子絶対ランドのところを狙われました。まあ、彼女も183センチという大きな、まあ、セッター役をやりますね。あ、決まった。あ、3枚日本をぶっ飛びましたね。今長富を打ってますね。誰でしょうかね。一番左は7番福田ですかね。そうですね。ワンタッチあり、8対2です。得点は8対2。ここまで開いて第4セットをですね、日本がすんなり取れればいいんですが、もし落とすようなことになると、これアメリカにはかなわないって、こういうなんか残るでしょうね。はいはい、この大量得点まだ前半ですからね、アメリカも一つまた波に乗ってきますと、どうなってるか分かりませんのでね、日本の方はやっぱ崩れないでサーブレシーブからの攻めを一本一本きちっとこう取っていくという流れを崩さないようにしなきゃいけないですね。8対2です。決まりました、山内バックアタック。いや本当にこの人は肩はまると綺麗だね。そうですね、本当に。第4セットは日本が8対2とリードしています。ワンタッチあり、はい、アメリカポイント8対3。ここはやっぱりアメリカ の, あのウィリアムス選手の、ね、はい、スパイクを対応してきてますね。これにやら日本やられてますね。そうですか。これは長富、しかもサウスポー。サウスポーってのはやっぱり相手にとってはちょっとこう惑わされることあるでしょうね。はいはい、ありますね。やっぱり思い切りが良かったですね。いいタイミングでツーアタック仕掛けましたよ。拾います、日本。ここでチャンスですね。これを大林君に決めてほしい。決まりましたね。はい、
小山さんの祈りが通じましたか、9対3。さらにレシーブをしてつないで、そして今攻めて点数を取ってますんでね、日本の一番いい形になってます。そしてゼッターランド、ヨーコゼッターランドサーバーです。9月に結婚が決まっているそうです。これはよく見てました。ちょっと当たりはあまり良くなかったんですが、今日はここまで、小山さん、はい、日本が今これ9対3と第4セットリードしてますが、サービスです。また吉原君のサーブですね。誰が当たって誰がいいというのがこうわっと考えるとですね、日本の場合はその通りですね、全体ですね、全体ですよね、はい、日本が10点目を取りましてテクニカルタイムアウト。第4セットは日本がリードして10対3となりました。2桁に乗せました日本。そしてサーバーは依然として今日好調なサーブを打つ吉原。こうなると何かこう体力勝負っていうような感じにも、ね、なってくるんですが ね、まあ、体力っていうよりも気力ですかね。気力ですか、はい、なるほど。チャンスボールアメリカ、あ入りました。アメリカポイント10対4。10対3になった時にはこれ一応やっぱり安全圏というふうに見ていいんでしょうか。いやこのバレーボールの場合はね、はい、それが全く言えないんですよね。はい、何点リードしてももう一旦何のだと 4,5 点2回続けてたら同じになってしまいますので、ね、やっぱ日本としてはもう絶対に点数を取られても2点以上続けて取られないという気持ちでプレーしていかないといけないですね。キャプテンのライリー肝心のところで決めました。そして9番のエレナ・オーデンに代わってダニエル・スコット189センチの選手がサーバーとして入ります。21歳です。この選手その代わったスコットのバックアタックすごいですね。なんかこう大きなこう鳥居とは言わないんですが、なんかぐわーっと迫ってきましたね、今スコット、うん、10対5から日本サーブ権。時間差7番のオーデンサイドアウト。セッターで変わったゼッターランドも非常にいいトスを上げてうまくコンビが合ってますね。はい、流した。ここはこういう流れになると両チーム我慢のしどころというんでしょうかね。10対5日本リード。田嶋のジャンプサーブは やっぱりきちんとブロックに飛んでいた日本。これはよくブロック日本がブロックつきましたね。そうですね、11対5。確かに
ヨーコゼッターランド2番、落ち着いてのこのトスワークですね。息のぴったりあったいいトス上げてますね。あ、2番のヨーコ、バルセロナオリンピックの時は控えでしたが、アトランタはぜひ正セッターでという気持ちがありましょう。この堀江君のお母さんもね、はい、初の名選手だったんですね。そうですね。惜しかったな。うまく繋いだんですがね、はい、11対5からサイドアウト。第4セットです。1人時間差、6番の吉原。これもね、こういうプレーができるのもやっぱりサーブレシーブが吉津永富君のところで返ってるという状況だからですね、はい。これもレシーブチャンスだ。これもよくアメリカレシーブしましたね。決まった。日本のキャプテン大林、12対5、ぴったり形に入りましたね。今のコンビはアメリカがタイムアウトを取りました、しかしそれにしてもあの変わった10番のスコット189センチですが、はい、柔らかい体してますね、この背中の選手ですが、はい、身長もありますし有望な選手ですね。そうですね、21歳、ロングビーチ州立大学です。まあ、アメリカの場合はあの所属は全部大学になってますよね、はいはい、みんなが学生なんですね、はあ、で年齢的にはもう学生をオーバーしている選手もいるんですが、こういう選手はどういうあれになるんですか。その間やっぱりこのバレーボールをするために学校を休学して、ほうほう、それからまたこう入っていくということですから、席を置いてあるんですよね。なるほどね、はい。まあ、そういう意味で現在30数名ナショナルチームの候補がいるんだそうでありますアメリカです。その中から絞り込まなくてはなりませんので大変です。メンバーチェンジ、堀江陽子さん、ゼッターランド陽子さんが退きまして、エンリコットが入ります。そしてスコットはそのまま残ります。アメリカ、ウィリアムス、それからスコット、さらにヤングス、こういったパワーが炸裂しますアメリカ。そしてセッターは5番のエンリコットに変わります。この選手のサーブが注目。決まりました。13対5から日本サーブ権、いやセットポイントですね。セットポイント、いやいや、これは13点ですね。13点ですよね。サイドアウトですね。サイドアウトですね、はい。得点がちょっと間違えましたね。そうでしたね、はい、私もサイドアウト言いかけたら得点が14になりましたのでびっくりしました。これでやっぱり早く王手をかけたいですね。そうです。ああ、すみません、これでかかります。また吉原君のサーブですよ。いいですね今日は、昨日も素晴らしかったんですが、はい、本当に目立たないところでいい働きをします吉原。このサーブ14対5、セットポイント日本。第4セットです。これを勝ちますとファイナルに行きます。決まりました。日本第4セットを取りました。15対5。さあいよいよファイナルです。We may do that, but remember again, outside. If Fukuda or Yamauchi get inside, set to hit across the court. Also, wait on Yamauchi. She's being hanging.セットカウント2対2、いよいよファイナルセット第5セットに入ります。小山さん、はい、やっぱり日本第4セットで頑張りましたね。そうですね、
第3セットのですね、はい、中盤以降頑張っていったのがリードしてたのを繰り返されましたので、どうなるかなと思ったんですけども、はい、第4セットはもう気持ちを切り替えてね、思い切っていったのがやっぱり成功したんですね。そうですね、はい、さあファイナルはこれラリーポイント制、サーブ権がなくても得点になります。ヘンリコット日本、まずワンポイント日本です。このラリーポイントはこの大会で日本はロシアに3対2というのがありますが、はい、アメリカはイタリアと韓国に3対2、いずれもファイナルで勝っております。日本チャンスです。大林、2対0、はい、この2点目の今の1点はですね、はい、自分のところがサーブ権を持っている時の1点ですからね、これが貴重なんですよね。なるほどね、はい、そして日本は吉川、これも返した日本、なんと最後はこの9番のエレーナ・オーデンに決められました。2対1です。エンディコットのサーブ、河原大林に返しました。そうですね、大林が得意のこの左へしての移動攻撃、3対1。第5セットはラリーポイント制、これはアメリカ。水野さん、はい、このセット始まる前の両ベンチなんですが、まずアメリカのリスケビッチ監督はですね、山内福田をしっかりと止めろという指示をしました。あ、そうですか。それからあの日本の方はですね、横田監督はあまり言わなかったんですが、選手たちがですね、あのエンディコットのサーブに気をつけようということと、あとラリー中にもですね、ブロードなどあの単純な攻めではなくてブロードなどを絡めた攻めをしようということを確認し合っていました、はい、あ、そうですか。その間に日本がポイントを取りまして4対2、よく拾った。日本チャンス、決まりましたね、はい、5対2、ラリーポイント制で3点差がつきました。流れはスタートになりましたね、はい、流れは完全に日本です。アウト、6対2、6対2となったところでアメリカタイムアウト。小山さん、はい、思ってもみない展開になりましたね、とにかくこのセットこれ前半でこのリードでしたね、よほどのことがない限り日本はこれを守っていけると思うんですよね。そうですか、はい、第1セットは15対11で日本、第2セットは15対6でアメリカ、第3セットも15対12でアメリカ。しかし第4セットで日本頑張りまして、気分の切り替えもうまくいって15対5でアメリカに勝って、今ファイナルの第5セットに入っています。ラリーポイント制は6対2と日本リード、サーブ権がなくてもポイントがつきます。ポイントゲッターのライリーを使いました。6対3、アメリカ。でこの5セット目のラリーポイント戦になりますとね、はい、あのサーブをもしミスをしたらそれで相手が必ず1点になる、そのためにですね、はい、あまり強い、ね、思い切ったサーブが打てなくなっちゃうんですよね。よく拾います日本。大林、さあこれでもう一回チャンスが来ますね、日本に。チャンスボール、誰打たせる、大林だ、いい、ね、頑張る吉原、ましたね、最後は福田、吉原がガッツポーズ、やっぱり今拾ったのがね、はい、日本のレシーブ粘りがちですね、7対3。そして今度は全くサーブから使いますね、サーブいきますね、はい、今まではほとんどレシーバーピンチレシーバーで出ていたこのナッタ、161センチ、落ちます。これはよく飛びました、ね、吉原君には、はい、頭に当たりましたけどね。決まった、その吉原、おでこを抑えながら、はい、はいはい、
ブロックで止めて自分で決めましたね。痛くないっていう感じですかね。はい、ねさあこれでコートチェンジですね。はい、8点になりました。さあ笑顔がこぼれます日本チーム。ファイナルの第5セット8対3とリードして今コートチェンジ。この流れを止めるというのはアメリカにしても大変だと思います。あとねこれがもし逆転されるとすれば、はい、日本の選手たちがあの勝ちを意識しすぎて自分たちでミスをして自滅するという形ですね。はいはい、これさえなければ今のようにサーブレシーブからアメリカに攻撃されて、サイドアウト1点取られてもこの次きちっと取ればいいわけですから、ね、なるほどね、1点ずつは、ね、アメリカにやっていいわけです、はいはい、その2点3点と続けてやられるようなことになると困りますのでね。ちょっと移動した、しかし拾われた。そして福田、自分のことに落ちました。福田君が、ね、思い切っていきましたけどね今、はい、ちょっと力みすぎたって感じしましたね。8対5。これで内バックアタックは9対5、はい、これでいいんですよね、はい、とにかく連続して失点しない限り4点差がありますから、はい、このままいくともう逃げ切れるわけですが、果たしてその計算通りにいくかどうか。移動、7番のバーバリオーデンセンタープレーヤーです。9対6、ここで日本が取りますと再び4点差になるんですが、よく開いました。いいトスになりましたね。素晴らしい、山内決めた。これは決めた山内君、そして、はい、後ろ向きでですね、アンダーでトスを上げた大林君のトス、これが素晴らしかったですね。そしてその前にナッタが拾ってましたね今、はいはい、10対6、4点差、チャンスボール日本、大林、決まった。これは完全に乗りましたね、波に。波に乗った日本、ここでタイムアウトを取りますアメリカ、リスケビッチ監督。しかしこのファイナルのラリーポイント制というのは本当に怖い制度ですね。そうですね。これは今の大林が決めたところ。ただ日本はこのグランプリでですね、はい、唯一ロシアとやっぱりあのファイナルセットになって、やってます、それでフルセットで勝ったんですが、その時はですね、はい、7対1で実はリードされてたんですね。あ、そうですか、はい、そこからね逆転していったということなんでね、はい、先週のチャイニーズ台北での試合でした、はい、今大会日本は1敗しておりますが、それは高さとパワーにを誇りますキューバに敗れた1敗であります。ウィリアムス頑張る日本、そしてもう1回これを止めた。うわすごい、3度目の正直であります。3本連続、最後は大林君が決めたんですかね。ああ、そうですかね。あ、吉原ですね、吉原ですね、はい、はい、しかしアメリカもウィリアムスにこれでもかこれでもか打たせましたがね、はい、ああミス、ああ完全に崩れましたねアメリカがね、はい、13対6、まず日本チーム勝利を確信したものと思われます。あと2点です、ラリーポイント制。6点差からこれで、6点差になります。7点差から6点差になりました。そしてスコット登場、エンディコットが退きました。そうするとこれアメリカのセッターは誰がやるんでしょうか。いないですね。いないですか、はい、どうしますか。大林、スコットがこれはミス、やっぱり触ったばかりのスコットですからね、14対7日本マッチポイント。たまらずセッターのエンディコットを戻します。ちょっと裏面出ましたかね今。日本もここで那須田君がコートを出ますけどね、はい、いい働きをしてくれました ね、レシーブ。多治見戻ります。これでスターティングメンバーに日本戻りましたが、その那須田に大きな拍手。
マッチポイント日本、ここで決められるかどうか。さあここで決めるか、山内。バーバリのあれを拾った日本、うんと押し合い、ノーカウントですね。はい、ということは日本がサーブ、もう一回吉原君のサーブですね。そうですね、今日はサーブでよく当たっている吉原、変化球サーブは冴えていました。ウィリアムス、これで14対8。そしてサーブ権はアメリカですが、このラリーポイント制は日本がチャンスということになります。移動攻撃、あー決まりました。最後大林の移動攻撃が決まりました。15対8、日本勝ちました。セットカウント3対2、フルセットの末強敵アメリカを倒しました。日本はこれで5勝1敗アメリカと並びます。この1勝は日本にとって非常な大きなものがあります。いやその通りですね、本当にいい戦いをしてくれましたし、いい勝利をつかんでくれましたね、はい、バルセロナオリンピック3位のアメリカ、日本は5位でしたが、またまたこのアメリカを倒しました。なんとか9月9日上海で開かれるファイナルに日本チームの悲願の出場をぐっと近づいてきたような感じもいたします。最後は小山さん、この大林が決めましたね、はい、そうですね、この東京大会、これで3日間にわたって行われたんですが、これで全て試合が終わったことになります。放送席、はい、全日本の横田監督にお話を伺います。お願いします。おめでとうございます。どうもありがとうございました。苦しい戦いでしたね。そうですね、やはりこの3戦の中でやはり一番苦しかったですね。最初はですね、かなり向こうが速攻とかを使ってきましたが、そうですね、セットによって課題を変えてたようですね。1セット目はクイック多かったし、2セット目はレフトからの多かった、3セット目はライトから多かったっていう、セットごとに変えてきたようですね。その中で今日の全日本の戦いぶりは監督からご覧になっていかがでした？そうですね、全日本とすればもう持てる力は全部出したんじゃないかと思いますし、まあ、これでなんとか世界選手権に、まあ、目処は立ったかなというふうな気はしてるんですけど、もうアメリカもこのままで終わるわけではないでしょうから、なんとか、まあ、全日本の方ももっともっと鍛えたいと思ってます。まあ、世界選手権のですね、予選の同じグループのアメリカに勝ったということと同時に、グランプリのですね、決勝リーグへの道もまたこれでつながってきましたね。そうですね、やはり、いろんな大会あるでしょうけど、一つ一つ勝って、で選手たちがね、自分たちはもう力ついてきてるんだということを実感として味わってほしいものですからね、これ一つ一つ勝っていきたいと思います。今日の勝利で少し力がついてきたことを実感できたんじゃないですか？そうですね、選手はそう感じてくれると思います。監督は？ああ、もちろん感じてます。次福岡でですね、いよいよブラジルとの対戦も控えてますが。そうですね、まあ、今までは本当このアメリカしか考えてなかったもんですからね、まあ、今日帰ってから、まあ、ブラジル、ロシアのことは考えたいと思います。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。横田監督でした。続きましてキャプテンの、大林選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。苦しい試合だったんじゃないですか？そうですね、でも今日は簡単に勝てるってことは考えてなかったんで、やはり、まあ、強いアメリカにぶつかっていくってことで、もうフルセットでも何でも勝てればいいなということだったんで、本当にほっとしてます。監督はですね、力がついてきたことを今日は実感してもらえたんではないかという話をしてましたが、そういうふうに監督から言ってもらえるのはすごく嬉しいことだと思いますけれども、やっぱりまだまだ理想は高いですから、本当に今日は最後ラッキーで勝てたというふうに受け止めて、もっと力はつけなきゃいけないなと思いますけど。でも成長の後としては今日はどうですか？全日本のプレーの中でそういうところは感じました？そうですね、この3日間の中では一番いい出来だったと思います。全体として、まあ、今回はですね、いろいろとそのプロ化問題とかのいろいろと注目の中でプレーだったんですけれども、その辺をですね、プロ化を希望している自分たちのプレーというのはどうでしょう？今日の中でアピールできたというふうに思われますか？そうですね、
もうバレーボールをしている間コートにいるときはそういういろんな問題っていうのは全く頭の中から抜けてしまってるんで本当に一生懸命やってるんですけど、ただそういうふうに言ってる分選手一人一人自覚というか常に見られてるとかやらなきゃいけないって気持ちは出てきてはいるんですけど、なかなか表現が難しいなと思いますね。ただ勝つことが一番の表現の仕方だって私たちは思ってますんで、まあ、まあまあそれが出たのかなと勝ったから思いたいと思います。来週はいよいよロシア、ブラジルと強敵と当たりますが、そうですね、今ブラジルがランク的に1位なので、まあ、それに勝たないと、勝ってもセット率の関係になってくるという非常に苦しい戦いなんで、本当にブラジル戦が全てですね、うん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうもおめでとうございます。放送席どうぞ。カリアナウンサーが横田監督と大林選手に話を聞いてくれました。やはり力をつけてきていた日本が、はい、ここで一つそれを証明したという、この試合ですね。全くその通りですね、はい、で特にファイナルセットあるいは4セット目の、粘り強いレシーブからの畳みかけるような攻撃、そして要所でブロックが止まっていくというような形っていうのはですね、はい、やっぱり今の全日本のやっぱ力をつけてきたというものを証明していると思いますね。なるほどね、はい、そうするとあとこの次福岡大会来週ありますが、ブラジル、ロシア、イタリア、はい、日本としてはどういう戦いを希望されますか？ロシアに対しては、ね、もうだいぶ何回も戦ってますし、レシーブの強さと、はい、良さとそれからブロックも、ね、ロシアの攻撃に対して結構止めてますんでね、いい形の試合ができるんじゃないかと思いますね、はい、これはこの東京大会での4チームでの成績です。日本は3勝0敗、アメリカ2勝1敗、ドイツとオランダは0勝、今のところまだ2敗というところになっております。今日は日本が強敵のアメリカを倒したという試合を日本バレーボール協会専務理事の小山勉さんの解説でお伝えいたしました。小山さんどうもありがとうございました。来週の福岡大会ご覧の放送予定でお送りします。